すべての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に私たちは囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神に、いつか私たちは弓を引くのだろう。ヨルハ部隊応答してください。こちら 2B、 前期無事に成層圏を突破、自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター 6O、 前期反応確認しました。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内に突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。12H ロスト、前期マニュアルモード起動、目視で回避。すでに起動、移動操作可能。長距離レーザー発射点を確認。11B ロスト、装備 HO229 のキャンセラー効果なし。前方に敵機確認。火器使用を申請。火器使用の許可をします。セブン、ロス。
近距離攻撃装備起動。敵反応多数確認。見れば分かるよ。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。2B さんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う。単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。
事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。私の名前に継承は必要ない。
りました。トゥビー。やっせ。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。
防弾タイプの敵を探る。近接攻撃を推奨。分かってる。今日らしき兵器は発見できず、もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。あれは、ああ、鳥ですか。環境の変化があったのか、動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。
その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが移動してみましょうか。しかし司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。いや、どうかな。強力なジャミングを探知、遠距離通信応答なし。倒せばいい。
敵兵器による下方向からの攻撃、推奨退避。
生が。ズビー、敵機体の脆弱性を発見しました。今から援護のためにハッキングします。神聖ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。編成を許可します。